はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、酒動画というか、まあ、ただの雑談というか、ちょっとですね、ケンタッキーの、ね、28日、毎月28日は鳥の日、ということで、ケンタッキーがですね、安く、鳥の日パックっていうのが、ね、あってですね。それが値段1000円なんですけど、オリジナルチキンが4つと、このなんだこれ。このなんか、なんだこれ。クリスピーっていうのが3つつくパックが、1000円で、本来1450円のところ、1000円で売られるっていうのがあるんです。ね。あるんですよ。で、今日給料日、28日、まあ、給料日なんですよ。俺のね、会社の。ちょうど。なので、まあじゃあちょっとついでに買ってこようかなと思って。で、まあ、もうあらかた食ったんですけど、オリジナルチキン3つ食って、あと1個残ってるんです。で、焼酎ハイボールね、飲みながらね。俺の大好きな焼酎ハイボールのドライを飲みながら、ちょっといただこうかな。でですね、まあ、ケンタッキーなんですが、俺も大好きなんで、まあ、たまに行くんですけど、ケンタッキーはですね、実は裏技がありまして、ケンタッキーの、部位ですね。いわゆる肉の部分、部位です。部位を指定して買うということが、まあ、できる場合があると。いうことなんで、今回、まあ、指定して買ってきたわけなんですけど、4つね、この鳥の日パックにはついてくるんですが、チキンがね、4つついてきて、で、ケンタッキーの、いわゆる鶏の部位が、5つあるんです、全部で。うん。5つあって、そのうち、4個だから、4つの部位をね、店員さんに、部位していいですかって言って、どちらにしますかって言われたんで、とりあえずまあ、全部、いろいろ食べてみたいんで、とりあえず全種類くださいって言って、で、4つだから、全種類だと5つ買わなきゃいけないんで、じゃあとりあえず4つ全部バラバラのやつ買ってくださいって言って、買ってもらいました。うん、で、まあ、ケンタッキーに詳しい人はわかると思うんですけど、今のところ食ったっていうか、4つのうち、ウィング以外はね、ありました。ドラム、リブ、キール、サイ、ウィングって、5つの種類があって、部位のね、種類があるんですけど。まあ、そちらね。のウィングっていう、いわゆる一番、まあ、簡単に言うと一番小さいらしいです。うん。個人的にね、ドラムがね、小さいよなぁと思ったんだ。食って気づいたんだけど、ドラムちっちゃいなと。で、キールが意外とでかいなと思ったんですけど、まあ、個人的にサイっていうのが最強だなと思うんですよ。うん。このサイという部位はですね、腰の部分らしくて、大きさが一番でかい。プラス、脂身が多い。ジューシーっていうね、ものなんですか。で、ちなみにこれ今食ってるのが、リブっていう部位らしくて、まあ一番この食いづらい、なんか小骨とかがあるんですけど、うん。小骨がね、多い。うん。部位なんです。んでね、まあ、ここら辺雑談ですからね。まあ、適当に話しますけど、サイっていうのが一番、
あの、人気が高い部位らしい。やっぱでかいし、脂身が多いんで、男性の客からは、かなり人気ということなんで。で、女性は基本的になんか、食べやすいとか、なんか脂身が少ないやつとか、で、ドラムとか、キールとかを選ぶらしいんですけど、まあやっぱ俺は男で肉食系なんで、まあ普通にあのサイ、うん、まあさっき食べたんですけどうまかったんで。ね。でかいしね。これもでかいんだけどね。ただね、あのすげえ食いづらい。あの小骨が、小骨があって、食いづらい。でね、で、俺が今度ですけど、買ってくるときに、あの、頼んでみようと思うのは、ウィングとサイっていう、いわゆるさっき言ったサイっていうのが、いわゆる一番でかいやつと、ウィングっていうのが一番ちっちゃいやつなんです。それを、ね、両方くれって、欲しいって頼んでみようかなと。あと1ヶ月後、また28日、ちょっと行ってみたいと思いますんで。またね、あの、鳥の火パックで、キールとさ、じゃね、サイとウィングくださいって言って、鳥の火パック4つだから、22で2個ずつ、ね、もらおうかなと思うんですけど。まあ見た、ググるとね、ケンタッキー V でググると、いろいろわかるんですけど、主にドラムとリブとキール、この3つはですね、全部、まあ、単位として重さというかあれが同じなんです。大きさがね。なので、あの、一本指定してするんだったら、この三つ、ドラムとリブとキール、このうちの一つが、どれでも選べるらしい。ただし、あの、サイっていうのが一番人気なので、サイは選べない。うん、多分、ウィングも、ウィングはちっちゃいんで選べると思うんですけど、うん。ウィングがね、あの 0.5 なんですよ、単位が。で、サイが 1.5 なんで、まあ、単位っていうかね、そのグラム的な意味での。グラムじゃないんだけど、この大きさ的なね、意味で、あれだと思う。そういうのがある。ケンタッキーのあの、いわゆる、店員はこう教わってるんだろうなっていうのがあるんですよ。あれもうめえな。うめえな、これやっぱり。ケンタッキーはやっぱり他のね、あの、俺クリスマスの時、あの、セブンイレブンのね、うんちゃらかんちゃらチキンとかに頼んだんだけど、全然うまくねえ。あれ。しかもそのくせさ、そのくせなんか、300円近くするんだもん。バカじゃねえ。ケンタッキーお前、あれだろ、オリジナルチキンこれ、250円だろ。いや、俺個人的に今食べたいのは、あの、レッドホットチキン。今度買ってこようか。うん。サイはうまい。確かに、脂身が多いんで、大好きです。うん。はい、うまい。でね、思った以上にね、量が多いなと思ったのが、あの、リブとキール。うん。思った以上にね、リブとキールはね、あの、量が多い。ただ、リブはちょっとあの、小骨が多い。で、キールはね、骨が全然ない。
あの、ほとんどない。骨が。キールっていう部分。骨がね、あの、ほとんどない。っていうのも、軟骨があるんですけど、軟骨は俺食うんで、軟骨を食っちゃうとですね、あの、ほとんどない。本当に食えない部分がほぼない。もうほぼ食いましたけど。なんか、うん。でも軟骨とかね、結構コリコリして俺好きなんで、全部食うんですけど、もったいないんで。もったいない精神で、食うんですけど。うん。そのキールはね、結構ね、肉がね、少なめに見えるけどね、実は骨自体が少ないんで、案外多いんです。相対性理論。相対性理論的な考えでいくと、あの、肉の量が多いんです。ああ、うめえ。やっぱ、焼酎ハイボールドライを飲みながらの、この、ケンタはやべえな。今ですね、あの、時間が19時25分なんですけど、あの、仕事終わって、ケンタ行って買ってきて、飯も食わずに、これ食ってんですけど、やべえな。この後ちょっと飯があるんだけど、飯も食わないといけないんだけど。ああ、でもね、店員さんがね関係ないんだけどね、あの可愛かった女性のね。でね、店員さんにあの言ったんですけど、その、いろいろ種類食いたいんですよって言ったら、もう一人の店員が出てきて、なんか、若い人、男の人が、なんかちょっと不愛想だったね。の人が出てきて、V って、俺が V ってよくわかんないんですよって言ったから、これで、これが全部ですって言って、5種類のその、全部で5種類ですって言って、その、全部の部位をね、見せてきてくれたんです。で、そっから、俺が、こう、なんかちっちゃそうなやつがあったから、これって言って、これ以外でって言ったら、多分それが本当にちっちゃかったみたいで、ウィングっていう一番俺が、で一番なんかちっちゃい部位だったみたいね。ただ俺個人的にウィングっていうのが、ちょっと、食ってみたいんだよね。ちっちゃい、一番ちっちゃいからこそ、そのうまいらしいんだよ。噂によると。噂によると、ここにググってみるとね、うまいらしいんだよ。だからね、ちょっとね、食ってみたい。っていうのは。でもね、一番個人的にね、食いたくなかったのはドラムがね、あんまり美味しくない。一番なんか、骨が多い上に、体質少ねえ、肉が少ないんで、ドラムは一番ないと思うね。でね、骨が多いっていう割に、なんか、ドラムはね、骨が太いんだよ。でもね、なんだっけ、リブはね、骨が細いんで、ただいろいろこう、細かい骨があるけど、結構多い。うん。多くて、リブは結構、個人的には買いです。うん。買いですねっていうのもおかしい。個人的に結構好きです。なんかこう、こうさ、すげえほら、これ骨なんだけど。でも量自体が多いから。多分グラム的に考えると多分一番多いんだよ。おそらく。ただこれあばらだから、あばら骨なんだけど、ちょっと食いづらい。だから、
彼女とかと、ちょっとデートしてるときに、ケンタ行こうぜって言って、食うときはちょっと気をつけた方がいい。俺事実、昔そういうのがあったんだよ。昔ケンタ行って、彼女と二人でケンタ行って、なんかすっげえ食いづれんので、ぬわーみたいな。ぬわーみたいな。すっげえ食いづれんだけど、みたいな。しかもこれ手づかみでこうやるじゃん。だからほら、なんかこう、なんかあるじゃん。あんまりこうさ、はしたないっていうか、はしたないっていうか、ほら、なんかさ、そういうのあるでしょ。だから結構食いづらいんだよ。だから、一番デート的にな意味でいくと、ドラムが一番食いやすい。うん。か、もしくはキールもね、食いやすい。ほとんど骨ねえから。ほとんど骨ねえが。俺なんてもったいない人間だから、リブがその時確かデートの時当たって、で、いろいろ、すげえ、この、骨のさ、細かいからさ、食いづらくってさ、それでもう、最悪よ。で、その後ね、なんか彼女のね、彼女がなんか、ずーっと黙り込んでさ、なんか何にも喋ってこなくなった。俺が、なんか、食った後にね、一緒に食ってた後に、なんか、うん。で、ちなみに彼女はなんか、チキンを頼まないで、多分ダイエット中だったんだよ。チキン頼まないで、なんだっけ、サクサクの、なんだ、あれなんだっけ、サクサクってする、なんか、シロップかけて食べるやつ。あれ、頼んで。だからね、彼女いる人はね、あれですよ。あんまりやらない方がいい。そういうの。お、サクサク。これクリスピーだっけ？サクサクはいいんだけど、これ油少ねえんだよな。油身少ねえんだよ、これ。サクサクなのはいいんだけど、なんか、肉自体が結構、なんか、筋肉ちゃうか。パサパサしてる。肉なんで。でも結構ドラム好きな人いるみたいですよ。なんかググって、なんか2チャンネルみたいなところ見てるけど。サイが好きです、ハート。油ジュアーハイデブです。笑う。いや、俺サイ大好きだけど、デブじゃねえんだよ。太りたいんだけど、あと5キロぐらい太りたいんだけどね。太んないと。あと5キロで標準体重だからね。標準体重よりか、5キロぐらい痩せてんだよ。あ、そうそう。関係ない話また飛ぶけど、どうやらですね、大食いチャンピオンとかっているでしょ。人たちがなぜ痩せてるのかっていうのは、どうやらイカ水が原因らしいです。イカ水。いわゆる胃がね、下の方にある。普通の人よりも下の方にある。人は、食っても太らない。なおかつ、結構大食いの人が多い。で、ちなみに僕もイカ水なんです。多分。多分っていうか、調べてもらったことないんですけど。
イカ水っていうのはよくわかんない。どうやって知ったんだって。イカ水調べる検査なんてしないだろ。だって、健康診断とか会社の健康診断でもイカ水ですねってなんて言われたことないもんだって。だからどうやってイカ水か知ったのかは知らないけど、食っても太らない人っていうのは基本イカ水みたい。だから俺もイカ水なんだろうなと思って。だって俺も昔ケーキ工場でさ、仕事してた時さ、毎日ケーキ3個ぐらいずつ、ショートケーキだけど、三角のやつ、3、4個食って、試食っつって、まあ、いわゆるなんか、まあ、毒味薬みたいなもんだな、簡単に言うと。簡単に言うと分かりやすくて、毒味薬みたいな。それで3個、4個、食って、もうみんなさ、その会社の人さ、もうみんな食わないのよ。なんでかっていうと、もう飽きていく。うん。食わないから、もう俺が、3、4個、毎日食ってたけど、もう全然太んない。だから俺と一緒に入ってきた、同期の人、同じ年の人とさ、一緒にさ、男同士で食ってさ、食ってたけど、ただ片っぽの人は、もう一人のその、同期の人は、結構太ってた。ちょこっと太って、ちょっとピザじゃないけど、まあ、うん。まあ、標準体重が多分上だったな。ぽっちゃり系だった。噂によるとやっぱりウィングとサイっていうのが一番でかいやつとウィングっていう一番ちっちゃいやつはセットだったら大丈夫みたいです。今度あれやろう。結構やっぱドラム人気だな。なんか2チャンネルで見てるけど。この前ケンタで6ピース買って、部位を選べるか聞いたら3つまではいいとは言われたので、ドラム3ピース入れてもらいました。うん。まあ言ってみるのもいいと思いますね。だって俺今日言ったけど、どれがいいですかって言ってきたからね。3つまではいいとか言ってこなかったからね。何個まではいいとは言ってこなかったから、もしかしたら、全部サイでって言ったら、ピキピキながらも入れてくれたかもしれない。うめえ。やっぱ焼酎ハイボールドライはうまいな。ああ。昨日飲んだ、タカラゴールデンいうか、やっぱ全然うまいな。焼酎ハイボールドライ。このちょっと程よい甘さがいい。個人的にね、焼酎ハイボールドライをよかね、ドライなのは多分レモンなんですよ。焼酎ハイボールレモンの方がね、多分、甘くない。ちょっとドライ甘いんで。結構、若干甘めなんで。その甘さが逆にいいんで。個人的に。
いろいろ書いてありますね。なんか、ググると。でも基本的に原則は、リブ以外、違う。サイ以外だったら、できるらしいです。V のね。ただ、サイがでかいんで、サイばっかり選ばれると、いろいろ、問題が、出てくると。らしいです。うん。チキンの部位は重さで区別される。ウィングが 0.5。リブが1、サイが 1.5、ドラムも1。だから、でも重さって言っても結局、骨の重さも含まれるから、多分、って感じだよな。合計で3本注文すると1本だけ指定できるらしい。よくわかんねえな。合計が3以下になればいい。そのあとリブ1なんだからドラムも1なんだから。よくわかんねえな。全部で3本注文したんだから1本だけ指定できるっていうのもよくわかんない。全部指定できないの。ああ、そういうことか。リブとドラムだったら多分指定できるんだよ。リブ3個とかドラム3個とかだったらできる。うん。ただね、結局サイはね、あれなんですよ。ダメなの。サイはね、やっぱ最強なんですよ。サイだ、サイだけ最強。これ覚えておいて。サイが最強だ。最強はサイだ。これ覚えとけば、やべって時に、やべ、ちょっと、ケンタッキーででかいやつ欲しいけどなんだか忘れたわ。え？あれ、そういえばユッキーが言ってたけど、最強がサイだったな。そうか、最強のサイで、ああ、サイだみたいな。もうわけわかんない。もう酔っ払って意味わからんけど。まあいいや。好きな V ランキングが1位サイ、2位ウィング、3位リブ、ドラム、4位ドラム、5位キールらしいです。これ完全な主観ですって書いてある。なんだよこれ。完全な主観だったお前。サイとウィングだなお前、あれだろ。サイが 1.5 でウィングが 0.5 だからお前、あれだろ。偶数だったらあれだろ。偶数だったら、サイとウィング、サイとウィング、サイとウィングって選べば、多分注文できる。うん。偶数注文だったら多分、サイとウィング、サイとウィングでいける。やっぱウィングってうまいのかな？個人的にウィング食いたかったんだ。ドラムいらねえわ。ダメだ。ドラムダメ。ドラム全然ダメだね。ドラムね。少ない上になんか、食いやすいかもしんないけど、なんか骨の量も多いしダメこれ。ふざけんな。ケンタッキーフライドチキンの自宅配達デリバリーと通販ができる。自宅にいながらケンタッキーが熱々で届けてもらう配達があると嬉しいですよね。安心してください。嬉しいことに、お届けデリバリーというサービスが楽天デリバリーというサイトから申し込みできます。2015年12月16日現在、全国の
ケンタッキーフライドチキンのうち90店舗が、デリバリーに対応してるらしい。主に首都圏と関西の一部だけですが、今後順次増やしていくそうです。楽天デリバリーの場合は最低注文金額が1700円プラス送料200円。送料かかんのかい？はぁ、あ。はぁ、あ。熱々のチキンが食べれますって言っても、別にそんなに熱々でもないと思う。だって、持ってくるわけだからな。そのうちに、今は冬だから、そのうちに多分冷えてくるんちゃう。ああ、うめえ。もう全部食っちゃったからな。もう、ケンタのオリジナルチキン全部食っちゃったからな。あとはこの、クリスピーと、あと、クリスピーあと2本あるわ。痛くなってるから。そしてまだある。まだまだあるよ。焼酎ハイボール今年はこれで締めだな。酒動画は、まあ、酒動画っていうか酒動画これ31日に上げたことにしよう。うん、これはもう31日に動画上げよう。これそれがいい。今現在28日なんだけどね。もういい、もう31日年のせいにしとけ。俺31日だいたい仕事なんだよ、俺。もうだいたいお前31日仕事なんだけど、お前死ねえよ。なんかさ、31日本来休みだと、31日と1日と2日と3日休みなんだけど、俺の会社。でも31日がですね、なんか、俺のね、やつがね、俺のあの、上司がさ、あ、ゆっきーくん、ちょっと、31日、午前中だけなんだけど、出てもらえないかね、とか言ってくるから、ふざけんなよ、ボケ。あの、くっそ。あの、くっそやじ。まあ、ね、実は俺の会社だけ特別で、なぜか、あの、年末年始の、あの、あと、プラス、あの、なんだ、お盆がですね、出勤するとなんと 1.5 倍という。無表金額 1.5 倍。あの、あれが、あの、給料 1.5 倍なんですよ。なら仕方ねえな、つうことで、参加してやったけど。マジ、3日しか休みねえのかよ。ふざけんな、つう。あたりちょっと後悔した。今度からもう、あれだ、なんか言ってきたから、全部拒否するわ。全部拒否しや。全部拒否する。もうダメ。え？ケンタッキーの45周年記念の新商品として9月3日、今年の9月3日に焼きチキンが発売された。焼きチキン。だって。商品説明によると、塩コショウ、オニオン、ガーリックで下味をつけた国内産の鶏肉にあられや、白ごまの入った衣をつけ、揚げ、さらにオーブンで10分間焼き上げる新たな製法のチキンです。仕上げにオーブンで焼き上げることで香ばしくザクザクの食感がお楽しみいただけます。うん。焼きチキンを8分間揚げた後10分間焼くと、
いう調理法で作られているようです。ちなみにオリジナルチキンは圧力鍋で15分間揚げて作られています。なるほど。値段はオリジナルチキンが1個250円に対して、焼きチキンは1個280円と割高。まあ仕方あるまい。あ、すげえ。なんかカリッカリだ。ドラムしょっぽいな、これ。このサイトすげえな。このブログか。加速部とかの重さまで考えてる。すげえ。コスパはあんまり良くないらしいです。これすげえな。わざわざ食う前の、あれ、重さを測って、食った後の、重さを測って、まあ、骨の量も差し引いて、計算してるサイトっていうか、ブログがあるみたいですね。なるほど。まあでも皆さんもう年の瀬ですけどもね。今年を振り返ると、どんなことがありましたか？と言っても俺はほとんど、今年はまあ、一言で言うならば、今年はストレス。ストレスがとにかく溜まった。年と言えるでしょ。もうとにかくね、会社のね、ストレスがものすごい。マジで。新しく入ってきた人間が、これ言ってなかったっけ？新しくね、職場に入ってきた人間が、まあ俺が教える立場の人間で、まあ俺28歳なんですけど、その人が42歳の人間が入ってきてですね。で、まあ42歳だから、結構難しいんですよ。こう、なんていうの？年上なんだけど、ほら、こっちはさ、何年も働いてるわけじゃん。だからそのいざこざですよ。で、そいつが、あーとか言ってくるんですね。俺が何々してくれるって言うと、お前さ、とか言ったりすると、お前ってなんだよみたいな。もう言ってくるんですよ。マジで。42歳がですよ。確実に俺は思いました。あいつ、そいつ、その人間ね。42歳で、お前ってなんだよみたいな感じで言ってくるってことは確実に、いいですか？確実にドキュンプラスヤンキーだと、もともと元ヤンですよ。あれ。元ヤンだともう確信しました。もう確信です。でね。で、まあ、あとなんだ。お前さーって言うと、
結局さ、ほら、そういうことじゃん。だってさ、こっちはさ、会社的にその、何年も働いてるのが先輩なわけでしょ。あなたが年上だからって言って、ね。その、確かに、年功序列とかの、あれもあるけど。でも、俺の上方が、やっぱ教える立場なわけだから。な？お前って言ってもさ、別によくねって。それにめっちゃキレてるやつ、いるわけです。ほんとに。うん。もう、信じられないね。確実にね、あれ、元ヤンだわ。だと思いますよ。うん、あれは。うん。あん？とか言ってくる。マジで。こんなこと言うやついると思う。今のご時世。あん？って言うんですよ。マジで。さすが。さすが元ヤン。あん？って言うんですよ。本当に。あのさ、何々さ、とか言うと、うん？って言うんですよ。おかしいだろ、絶対。もう、そいつにね、マジでね、なんていうかな。もう、ほとんどそいつともう、そいつ嫌なんで話しかけなかったんですけど、結局さ、話しかけるっていうかさ、教えなきゃいけないとかは教えなきゃいけないわけじゃん。だから、やっぱ最低限の教えないといけないわけ。最低限の部分。それなのにお前、あん？とかさ、お前ってなんだよ。みたいな。態度取られるとね、いや、さすがにお前、ほんとお前42歳っていうレベル。ほんと42歳でお前そんな人間おるかって。どんだけお前会社、だいたいお前42歳までお前何してきたん？お前何の会社退職してお前こっちの会社来たん？なんで退職したんって。お前何なの？意味がわからない。うん。お前、一体、なんでここの会社来たん？なんで辞めたん？その前の会社。前の会社ずっといればよかったんや。まあ、なんだかは聞いてないせんけど。まあ、噂によると、ストレスで辞めたって言ってましたけど。こいつがストレスで辞めるはぁなんですね。マジで、右拠地とかに生主がいますけど、まあ、あいつの真似で言うと、はぁお前、ふざけんなよとか言うね。感じで。どこがお前、あれなのストレス感じてんだよ。こっちがお前ストレスだ、バカだね、お前。なんでお前年上の人間にさ、対してさ、そんな、はぁ？とか言われなきゃいけない。お前ガキかよ、お前。俺でも言わないわ。28の年下の俺でも言わないわ。はぁ？お前ってなんだよ、とか。普通に考えてみろよ。だってさ、新入社員がだよ。ね？いきなり入ってきて、まあ、例えば40歳とかさ、30歳ってさ、俺より上だったとするじゃん。普通に考えてさ、それはペコペコするべきでしょ？当然。だって、こっちは教える側なんだからさ。それなのにお前、何？年功序列？は？は？なんだけど。何年功序列で
生きてきたみたいな、今まで年功序列で生きてきましたみたいな。お前、何入ったばっかしで、お前、そんな、口聞けるの、どういう、教育受けてきたのって、レベルね。本当に、本当頭おかしいんじゃうかって。うん。レベルなんですよ。もう、そいつにね、マジでね。もう、ストレス溜まりまくるよ。マジで。まあ今はもう、それ上司に言って、もう俺が部署を移動しましたけど、もうそいつの部署から、まあ逃げましたけど、もうあまりにもアホなの。もう俺がそいつに言ってもあれなんで、無駄ですか。こっちが大人の対応をとって、もう、先に、とんずらしましたけど。うん、さすがにね、あれはない。さすがに年功序列って言ったって、やっぱりその限度があるでしょ。お前、いきなり入ってきて、お前、いきなりそんな態度取られるって、お前、わけはわかんねえよ。もう、死んでくれと。やっぱ俺、それが、俺が間違ってんのかなと思って。よくわかんねえんだけど。さすがにそこは俺合ってるだろうって。なあ、年功序列って言ったってお前。さあ、こっちはさ、な、教える立場なわけじゃん。ね？それなのにお前。その言動はねえだろ。何あんじゃねえよ。あんじゃねえよって。本当にお前、あれだぞ。小学生からやり直した方がいいよ。うん。本当に。お前みたいな、マジ。親がどういうしつけをしてきたか知らんけど。少なくともお前が思ってるような社会じゃねえから。うん。一般社会は。本当に頭おかしい。確実に。本当ドッキュンってさ、本当に迷惑。うん。自己中すぎんだよ。本当にさ、理解できないよね。ああいうさ、人のさ、周りの人をさ、こう、考えない。で、こう、行動する系の人間。俺マジ、もう、周りの人間に気遣いまくってるから、もう、精神ズダズダや。うん、結局そういう人間がやっぱりあれなんだよ。病気にかかるんですよ。だから俺もうつ病かかってんだよ。本当に。だから俺うつ病なんですよ。結局うつ病なんでかかる人間なんてのはあれなんだよ。うん。周りの人間のことを考えすぎて、るんです。結局、うん。結局ね。まあ、ということでね。うん。まあ、焼酎ハイボール、ドライ3本。まあ、そろそろ飲みますけど。まあ、たまにはこういう雑談もいいかなと。まあね、別に動画上げればね、まあ、これが得られるわけですから。うん、まあ、ラーメン動画とかちなみに上げてますけど、あれ、金一切もらってません。あれは、ニコニコの運営のせいで、金は0円です。なぜかっていうと、あれ、なんだろうね。
なんか、人とかを、まあ、無断で撮影してるからとか、そんなんかそういうなんか、ようわからない、規約になんか違反してるとかなんとか、いうなんかメッセージが来て、ダメです。ダメですって言われてるから、まああれは全く金もらってないんですけど、まあただ個人的に趣味で、趣味であれをあげてるんですけど。まあやっぱ結局ね、酒動画とかもね、ようつべにあげてっけど、あれも、まあ、まあ少なからず金もらってるからね。まあ汚い話になるけど、まあ個人的に、まあその金で、まあ酒買ったりもしてるわけだから。まあ結局、酒動画上げて、酒買って、酒動画上げて、酒買ってみたいな。金もらって酒買って、酒動画買って、やって、酒、金もらって酒買ってみたいな。そういう循環があるから。まあでも、1ヶ月、まあ、これあんまり言いたくないけどね。まあ言うて一つの動画でだいたい200円ぐらい使ってるからね。ビール一本。ビール一缶200円とか、まあ200円以上とかあるからね。まあ、それで考えるとまああれはマイナスだな。ただニコニコ動画の方も上げてるから、まあニコニコ動画の方で、ニコニコ動画の方では、あれか。だからニコニコ動画の方の収入と、用詰めの方の収入を合わせると、だいたい酒動画の、買ってる、酒動画の用詰めの方で買ってる、金額になるかな。だいたい。だから言うて、そんなもんだな。1日200円使ったとして30日で6000円使うだろ。そんなもんだわ。だいたいお前、ニコニコとヨーツベで合わせて6000円ぐらいだな。1ヶ月。1ヶ月6000円ぐらいしかもらってないもん、俺。うん。まあ、あくまで趣味だからね。まあ、あくまでブログみたいなもんだから、あれは。ヨーツベの方は。それに勝手になんか、人が集まって、なんかいいねしてくれてるっていう、で、コメントしてくれて、なんか、チャンネル登録してくれてるっていうだけだから、うん。ね。別に俺としては全く、あれです。まあ、全くあれですって言ってもあれだけど。全く意図してない。うん。全くその、あれだよね。全く思いにもよらない方向に勝手になんか進んでるっていう感じ。うん、まあ、まあ本当ありがたいはありがたいですけど。ただまあ本来酒動画っていうのは俺が見るための保存用にネットに上げてるだけで、保存用にね、俺がこんなのを飲んでこんなのを評価してって、こんな味だったなって言って、総合評価これつけたっていう、そのブログに書くのがめんどくさかったから、喋って声でバーって言って動画で撮ってるだけですか。そんなもんです。まあまあ。まあニコニコ動画に今ラーメン動画とかいろいろ上げてますけど。あれだって別にニコニコ動画の人間に、ニコニコ動のニコ動の人間に、なんだ。
まあ楽しんでもらえるとかそういうのは全くないです。そんな俺はイエス・キリストじゃないですか。そんな偽善者じゃないんで。ね。ただ単にラーメン食いたかったから食ったら、あ、なんか手が勝手に動いてて、なんか勝手に動画撮ってて、なんか、って勝手になんか、動画アップしてたみたいな、レベル。別に、何のこっちゃない。事実、金ももらってねえんだから、まあ、ただの、趣味です。あんなの。ニコニコ動画の方はほぼ完全に趣味だな。生放送でやって、生放送だってあれ趣味だし、ゲームやってんのもあれ趣味だし。で、なんだ、プレミアム会員に入ってんのもあれ趣味だし。動画見たいから趣味だし。まあ、プレミアム会員じゃないと動画がゴミなんで。525円払ってんの、525円じゃね、540円か。払ってんのもあれも、趣味だし。それに付属してきた生放送やってるだけの話だし。ね。別に、そもそも俺もともとニコニコ生放送の生主として活動する気なんてさらさらなかったんですけど。ただ、ニコニコのプレミアム会員に入ったらなんか、生放送ができるっつうから、じゃあやってみようっていうのでやっただけの話なんで。全くね、そこら辺も。あ、ただ有名になる気はさらさらないですけど、ただ一つ言いたいのは、まあ、とりあえず新潟県に住んでて、俺は新潟県に住んでるっていう。で、新潟県っていうのはどういうもんなのかっていうのは、やっぱり、まあ、住んでる以上、酒も紹介していきたいは、行きたいし、まあ、酒っていうのは新潟県っていうとほぼ日本酒だけどね。まあ、他、ラーメンとか俺好きなんで、ラーメンとかね、紹介していきたいっていう感じで、まあ、ただ単に、動画上げてるだけです。ただ、俺は新潟県に住んでます。から、まあ、新潟県っていうのをね、まあ、知ってもらう。まあ、知ってもらったらか何なのかっていう話ですけどね。別に知ってもらったからって言って、俺に金が払う、入ってくるわけでもないし。まあ、あくまで一つの人生として、俺は新潟県に住んでいるっていう、その人間一人の人生、まあ、一人の人生ですわ。一つの人生を、まあ他の人にちょっと、ね、知ったらなんか誰か得するんじゃないかっていう。まあラーメン屋だってうまいとかなんか言っとけば、なあ。まあなんか、ね、言ったりする人もいるだろうし。まあそれでまずいって言うんだったらしょうがないけど。まあうまいって言う人もいるんじゃないかなって。ということで、まあ、あげてるだけな話なんで。まあ、今のこの、あなたが見てるその、この動画だっていうのは、のも、最終的に、実は酒飲み動画、ケンタッキーを食いながら、酒飲み動画だけで終わらずに、ここまでね、12月31日、まあ、今年、2015年の締めとしてね、飾るにふさわしい。まあ今現在は、今撮ってるのは28日なんですけども、まあ31日のね、締めとして、まあ統括できたんじゃないかなと思います。やっぱ焼酎ハイボールドライうめえな。うめえなやっぱな。ケンタッキーもうまい。
あ、そうそう。あと全く関係ないんですけど、皆さん、インフルエンザかかってませんか？ちなみに、俺は、今年はまだかかってませんけど、去年が、インフルエンザの予防接種を受けましたけど、かかりまして、38度9分出まして、死にかけましたね。久々に死にかけた。気分的な意味でめっちゃきつかった。なので、俺今年から、宣言いたします。インフルエンザの予防接種は、今年から受けない。パキーンみたいな。ね、今年から受けません。はい。なぜならば、今年からですね、値段が上がりまして、3500円になりました。はい。まずその第1候補。まあ1個目だな。で、第2個目、インフルエンザの予防接種っていうのは、実は、効果がないらしい。これもググったところによると、インフルエンザの予防接種というのは全く効果がない。上に逆に、副作用があって、何らかん観覧なの、嫌なことがあるらしい。その3、これはですね、実体験です。去年、先ほど言いましたけど、インフルエンザ予防接種を受けてるのにもかかわらず、なぜか、まあ、インフルエンザ予防接種というのはそもそも、まあ、受ける理由はね、まあ、インフルエンザの予防対策とともに、まあ、インフルエンザ実はかかるんですけども、かかっても、弱い、症状で済むというのが、インフルエンザの予防接種の、まあ、受ける理由の一つなんですけど。ものすごい死にかけました。はい。もう、すごかったよ。38度9分っていう、まあ、割とそんなに出てないっていうこともないけど、まあ、俺、子供の時42度出た時あったんで。ね。そこまで出てない。実は42度ぐらいに行くとね、もうね、あれなんですよ。逆に窮地に立たされているのにはかかわらず、気分はね、ほわーんで穏やかなんです。ただし、38度9分くらいになるとね、逆にね、大してね、熱ないような気はするんですけど、むちゃくちゃきつい。寒気、吐き気、頭痛に、体痛いに、咳に、下痢に、なんだあれ。咳に下痢に、鼻水のこの、いや、もう7症状がね、同時に襲ってきて、もうもう死に物ぐらいでしたね。治るのに4日ぐらいかかって、ずっと寝てましたけども。だからその3は結局、インフルエンザの予防接種なんてのは、受けても3000円の無駄にしかならない。というのが俺の実体験ですので、絶対に受けません。3000円あればね、薬の、だから3000円わざわざ受けてるのにもかかわらず、さらに病院の通院費で3000円ぐらいかかってるわけで、トータルマイナスの3000円なんですよ。つまり、この3000円を払わなければ、普通にインフルエンザかかったとしても、まあ、プラマイゼロになる。これが俺の、持論です。もう二度と受けません。クソ。クソ医者。死ね。ということでね。本当にね、インフルエンザ予防接種受けない方がいいらしいです。インフルエンザ予防接種とかって、受けないとかってググるとなんか出てくるんですけど。常識らしいです。インフルエンザのね、予防接種を受けないのはね、薬学科に、そういう、医者の、あれだと、常識らしいです。あれね、インフルエンザの予防接種っていうのは、勝手にさ、インフルエンザ予防接種受けなきゃダメ、みたいな感じに、広まりつつあるけど、広まってるけども、
あれ、国がね、これをガッポガッポもらうだけの、ただの、ただの、まあ、そうなんか、ね、理由らしい。理由っていうか、そういうらしいです。ちょっとうまく言葉がいけね、出てこないんだけど。だから、結局、まあ、ググってみなさいっていうことです。本当に、そういう本とか出してる人もいるんですよ。インフルエンザ予防接種受けちゃダメみたいな本とか出してる人もいるんです。しかも、その人は、しっかりとした、薬学科の、なんか、その、薬に詳しい。予防接種っていうのは受けない方がいい。インフルエンザの予防接種は効果がありませんって。ね。効果は本当にあるのか。インフルエンザワクチンは打たないで、っていう、書籍も出てるみたいですね。と、きっぱり言い切ってるのは、ウイルス学を、これなんて読むんだ？まあ、いいか。国立、公衆衛生院。現、国立、医療保健医療科学院薬学部感染症室長も務めた、なんとかかんとか森博子氏だって。もういいわ。名前読めねえよ。ふざけんな。もういいよ。とりあえず聞かないっていうことはらしいです。なんで俺はもう諦めました。今年ね、インフルエンザワクチン3000から3500円上がったでしょ。実はあれ3500円っていうのはあれなんですよ。3500円っていうのはあくまでも一つの、基準で、3900円っていう、店もありました。店っていうか、医者もありました。俺が行った医者、つい最近行った医者、なんか横見たらなんか3900円って書いてあって、何？と思ったの。たっけーと思って。絶対行きません。3900円あったらお前、もう普通にインフルエンザ受けて、もうその風邪の薬、インフルエンザの薬もらって3000円で済むな。まあそれだけじゃないんだけど。当然ね、わらわらーとかね。その間休んでるね、なんだ、仕事の分もね、まあ考えますけど。でもその仕事の分も考えてもね、正直、受けて仕事、また結局インフルエンザかかって、インフルエンザワクチン受けたのに、インフルエンザかかりましたっていうよりは、まあ、マシでしょ。はるかにマシでしょ。そもそも、どういう、インフルエンザワクチンイコール、絶対安全みたいな、まあ、固定概念があるみたいですけど、全く俺は信用しません。もう信用しません。よくよく考えてみると、全然、理論的に証明されてるわけじゃないみたいな。インフルエンザワクチン。っていうのかな。まあだからまあ、それはまあ、俺はもう受けませんから、もうどうでもいいんです。まあ皆さんね。まあ。まあそれは個人の自由なんで。俺はまあ知ったこっちゃありません。俺は少なくとも、もうだって、去年受けて、あんだけ辛い思いして、受けてんのにあんなに辛い思いしてるんだったらお前、わけわかんねえよって。受ける意味ねえよって。いや、浅い症状で済むならいいですよ。
受ける価値あると思います。ただね、自分でね、受けといてね、インフルエンザかかってね、あんなに辛い思いしてるっていうのがね、もう実体験ですから、もう、信用できるわけないです。うん。少なくとも。ね、俺の会社の人間ね、すっげえ笑い話なんですけど、いわゆる上司、まあ、部長みたいな人間がですね、おい、お前ら、みんなちゃんとインフルエンザのワクチン受けろよって、もう何度も何度も言ってたんですよ。でね、12月の某日ですよ。その部長がですね、会社を休みました。で、理由は何かっていう。インフルエンザで休んだらしいんです。で、その部長はですね、自分がインフルエンザのワクチンを受けろ受けろと言っていたのにもかかわらず、その社員とかに、ね、言っていたのにもかかわらず、なんと自分は受けていませんでした。バカだれ。ふざけんな。もう俺それ聞いたときに爆笑したもん。なんだこいつと。お前自分受けろ受けろ言うとったのに、お前自分受けてないんか、バカかこいつって。アホじゃないのこいつって。もうそれからその班長のね、あ、班長言っちゃった。その部長のね、言うことは聞かなくなりましたもん。お前受けねえのかよって。違っておかしいだろ、お前。普通に考えて。普通に考えて、お前自分でお前言ってるのに、お前、時間がなかったので、受けませんでした、と言う。それで最終的に謝罪し始めたからね。あのクソ野郎。さすがにあれには、俺もちょっと、ね、仏の顔も三度までですよ。俺みたいな仏の人間にね、俺みたいな仏の人間あんまり怒ることないけど、さすがに怒ったわ、あれは。何言っとんだ、お前は。さすがに怒ったよ、あれは。なんであなた受けないんですか？あなた受けろ受けろ言って、人に強要してるくせになんで自分受けねえんだよ。バカじゃねえか、おめえって。ごめんなさい、言ってません。はい。言ってませんけど、心の中でこんな感じでした。ふざけんじゃねえよって。お前一番お前、俺の上司なんだから、お前。当然俺よく偉いんだから、お前。当然受けるべきだろって、お前。何をお前、部下にばっか言っといて、受けないんだよ。死ねよ、と。お前みたいな人間は死んでしまえ。僕は心の中で言ってました。ね。ということでした。ちゃんちゃん。ということで、長い間。食べました。やっぱあれだな、ケンタうめえな。はい、焼酎ハイボール全部飲みました。それではね、今年もまた、12月1日じゃねえや、12月じゃねえ、1月1日ね、いや、1月1日というか、12月31日ですか。あれね、あ、なんだっけ。ガキつか見て、終わろう。うん、お疲れ様でした。バイバイ。元気でね。